はい、ということで東武日光駅です。ここから鬼怒川温泉まで行きたいと思います。通電車って本当にほとんど乗らないですね。伊勢崎線とかとは全然違ってくるんで、あ、伊勢崎線も使ってるのかな。いや、ボックス型だからな。今回普通電車で鬼怒川温泉まで行きたいと思います。ちょっとのんびりしすぎた。もうすぐ発車です。すぐ乗り込みたいと思います。こっちスペシャル車内でお待ちください。次は上町です。この後に掲示板は連結部分ですね。綺麗な椅子ですね。なんか、こっち側の東武線の普通電車ってこんなになってるんだ。いいなぁ。汚いな画面。こっちが紫のスペースや、あっちが水色のスペースやなってば、この車両全くよくわかんないですけどボックス型になっております。いいね。あ、全然いいわ。これいいな。これ普通電車なんだ。いいな、いいな。これ普通電車だったら十分十分ですね。いいな、これはいいな。羨ましい。ということでこっち側は出発いたします。こっからね、特急乗ってそんなことするのはね、お金がもったいないので。なんかなんじゃない。栗橋まで行けたら、めちゃめちゃ楽ですね。こんな席、かなり豪華ですよ。座った感じがね、すごくいいです。これで普通電車は最高ですね。その今市は2駅先なので、そんなに時間はかからずに着くと思いますが、ビルもあったりと普通電車を満喫したいと思います。いやー、ほとんど乗ってないからいいですね。船降りてからバスに乗ってそのまま日光駅、東武日光駅まで来たんですけど、40分ぐらいバス乗ってましたよ。めっちゃ長かった。坂がすごくて、バスはゴリゴリってぐらい疲れたぐらいの乗りましたね。ここからさらに移動です。なんかこうやって見ると赤の席ってすごく綺麗ですね。これは本当中身が綺麗。い
いなこれ本当に綺麗。こんな普通電車だったら乗り心地が本当に素晴らしいですよ毎日。こういうところに来てこういう車両に乗ること自体も楽しいですからね。普段乗らないような車両を乗ること自体も楽しい。本当に普通電車って思ったのがありますと、もうちょっとテーブルが出る。テーブル付きだ。こんなんいいじゃん。特急じゃん。いいよ特急で。なんだよこれ。こんなんついてんだよ。もう旅用だよ。紙いまいち。なんだこれ。いやいいなこれ。なんだこれびっくりした。畳むときは前のボタン、この裏にボタンがありますか。これを押す。勢いよく閉まるのこれ。なんかもうちょっとゆっくりこう何かスイッチ的なんじゃなくてバタンってなっちゃう。怖っ。びっくりする今まで本当に。ほとんど人いないからいいけどさ。ああずっと。ワンちゃんがいた。かわいい。ワンちゃんより猫派です。どうでもいいですね。髪いまいちから下いまいちがクソ近すぎてびっくりしたんですけど、こっち側が鬼怒川温泉会津辰野方面行きでございます。さっき見ていたの、先ほどね特急リバティに乗ってきたんですけども、下言とね、会津田島行きの方面の電車連結してたんですけど、この下今市で連結切り離せて、こっちの今来た俺あの僕らの来た日光方面と、こっち鬼怒川温泉方面で会津田島方面に分岐していくという場所でございます。だいぶゆっくりですね。ゆっくりだ。止まりそうですね。変なところで。これドア開かないもんね。あ、面白町が。信号が通じです。少々お待ちください。下山駅から鬼怒川温泉の間に、SL 大樹という。SL が走っています。はい、休日とかによく走ってます。 SL タイプはこの下岩市から鬼怒川温泉の間を走っている SL でございます。だから SL が実はあっちの奥にね詰まってあるんですよ。下岩市って遠いな。で、タイの客車がここに置かれております。これがそうです、大樹の車両でございます。すごいよねこれ。ほら、鬼怒川温泉から下今市 SL 大樹と書かれております。これがすごいんです。じゃあこれですね。時間はあまりないんで、ちょっとギリギリですけど奥に SL が見えます。京橋線各駅停車は新栃木駅発車です。ありがとうございます。ご注意ください。で、これが決まって、時間なくね、なんか全然停止でやばいからですね。走ろう。今時間見たらだって発車時刻でしたよ。間に合ってくれ。これで一本もらってよいしょ。ちょっといいの
お待たせいたしました。ご乗車ありがとうございます。各駅停車の昼の温泉方面の新藤原行きでございます。そして東武ワールドスクエアには15時1分、昼の運転には15時6分、終点新藤原には15時13分にご注文いたします。終点の新藤原で立ち馬行きには乗り換えができます。利用客、川島運転、雪の場を使い、お出口の前、立ち馬行きをご利用のお客様、終点新藤原で乗り換えでございます。次は大逆走。次はダイヤの方ということで、鬼怒川温泉に到着しました。初めて来たよ、鬼怒川温泉。日光は行ったことあるんですけどね。
本当で普通電車で東武日光から鬼怒川温泉までやってまいりました。ここからちょっと観光して温泉に行きたいと思います。ご視聴ありがとうございました。